こんにちは、ナナです。本日はおなじみの岡山金龍カントリークラブさんにお邪魔しております。実はレンチャンゴルフです。昨日も女子会ラウンド行ってきたんですけど、そのラウンドでなんとベスト90出してきました。90、うわ、昨日は桑木志保プロのホームコース、聖地の三津カントリークラブさんに行ってきたんですけど、すっごいグリーンが小さくって、パーオンがね、なかなかできないですよね、あそこ。そうそう。ね、難しいんですよ。うまいお姉さん方3人と一緒に回ったんですけど、80代、80代、80代、90みたいな感じで、なんとかこう必死についてったような感じです。今日も昨日と同じような感じでプレーできたらいいなと思いますので、おじいちゃんは多分80代出してくるかなと思うんで、今調子悪いからダメでした。100を叩かないようにですね、ですね、うん、私もついていきます。なんなら引っ張っていきます。はい、のでお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。お、まっすぐ、ナイト。これはちょっと左、いい音した。これキックしてね、落ちてくる。ナイスキック。オッケー、オッケー。ナイス。止まっちゃいました。まあ、しょうがない。300。じゃあ一日お願いします。はい、お願いします。オッケー。フェアウェイ右、うん、ラン出なかったな。ピンがめっちゃ奥、ピンまで170、エッジが140だったんで、手前からうん、オッケー。はい。56度で行きます。ちょっとトップしたから転がっちゃったけど、セーフ。うん。いいとこまで。転がりそう、曲がりそう。あれ、曲がらない。意外と曲がらないの。ないね。オッケー。ボギーです。そう、昨日90出した時にお姉様方3人と一緒に回って、2人とは何年か前、出産前に回ったことがあったのよ。でもう1人の方は初めましてだったんだけど、2年前一緒に回った時に2人の上手いお姉さんのドライバーの飛距離、私の飛距離とお姉様方の飛距離が2、30ヤード負けてたんですよ。置いてきぼりにされてて、これはもう叶わないみたいな思ってたんですけど、昨日は割と並んでたのよ、ドライバーのボールが。だから飛距離も意外と私いけるかもって思って、2打目以降もそんなにミスらず、たまにトップとかダフリとかもあったけど、大事故のないゴルフができたから、80代ってこうやったら出せるのかみたいな。ただアプローチがね、なんかもうちょい寄らせたかったなみたいな、大ミスではないんだけどもうちょっと寄せたかったなみたいなところがあって、そっから2パットでダボとかボギーとかあったから、1パット以内にね寄せれるようになったらいいなって、坂下プロも言ってたけど、やっぱりアプローチとパターかなって思った。ダボとパーの個数が一緒だったのよ。取りなくってバーディーもなくって、オールボギーペースみたいな感じだったんだけど、なんかボギーのホールはパー取れたな、取りたかったなっていう感じで、パーのホールはバーディー取りたかったなっていう感じだったんですよ。だからなんかその感触も初めてだったから、今年はもう本当に80代出さなきゃって思ったので頑張ります。はい、2ホール目です。
バンカー越えろ。バンカーか。入ったかも。手前か入ったか。入ったな、ちょうど。入ったな。残念。ミニドッグレッグで、多分私普通に打ったら、右側のクロスバンカーに入るかもしれないので、そこには入れないように、気をつけます。よいしょ、これはいい、完璧、フェードがかかって、あ、おお、あ、斜面でちょっと止まっちゃった、左ラフぐらいかな、あのちっちゃい木の前の、ね、ちょっとぼーっと跳ねると思ったけど、うん、ナイスです、ナイス、はい、さあ135ヤードでした。ピンが20入ってたね。つま先下がりだからあんまり無理せずに5番でフィニッシュを意識して打とうと思います。こういうこともある。86ヤードです。3打目ピッチング、トップしたから転がっちゃったね。パーパットです。はい、違う、あれ意外と転がらないな。ナイスボギー。ナイスボギー。あ、しゃあない、ラッパーみたいに。よっしゃ、ボギーでーす。ナイスボギー。耐えました。おじいちゃん、最近ゴルフは行ってますか？うん、行っとるよ。週1回は。あ、週1回。うん、木曜日。あ、木曜日決まってる。決まってる、仲間とね。あ、仲間と、うん、最近のスコアどんな感じですか？木曜一昨日だったかな、うんうん、84。おお、オフレット。うん、オフレット。おお、最近エッジシュートはないです。ああドライバーで悩んでたから。今日調子いいじゃないですか。うん、まっすぐ飛んでる、いつも通りな感じ。どんな感じ？長く持たない。暑くなって？やっぱりね、足がくたびれてくる。あ、どうしてもね。お風呂に入って。踏ん張りがいかなくて。81歳で84やったらね、エイジシュートもなんか噛み合ったら出そうやけどね。うん、うん、いけるはずだったらね、キュッて叩いたから。え、珍しい。そんなことある？おじゃあ OB2 発したんや、そこで。それなかったら余裕でエイジシュートやん。もう軽くいけると思ったら。軽くいけると思ったら。キュッ。でも9叩いた84ってすごいな。9叩いたらもう諦めるもんな、その日の9叩いたら私絶対もう100オーバーしちゃう。あー、いけ、なんであんなことしたから。帰ろ帰ろ、今のはいけ、体が前に出ちゃった。よくわかった。よくわかった。短めのショートですね。110ヤード。ちょっとダブり気味だったかな。ダブりました、うん、ここからアプローチでワンパットで、そうね、パーで収めます。パーでね。
ボギーです。三本木方向狙いです。もう私は持ち玉フェードでいくわ。ドローに憧れるのをやめます。憧れるのはやめましょう。憧れるなんて聞いたことがある。左足上がりです。5番ウッドで打ちます。よいしょ。あ、まあ、いいとこか。いいとこだ。145ヤード3打目、4番ユーティリティでいきます。つま先上がり。うん、ナイス。超えたかな。どうだろう、行ってみよう。4打目、56度でいきます。よいしょ。やば、やっちまったこれ。いい、ナイスショー。いい当たりした。いい方向行った。完璧ショット。よっしゃナイス。ここも三本木方向狙いです。ダブったな。うん、距離が残ってしまった。160、どっちにしろ厳しいので、抜けるのは4番ハーフセットくらいで、3-4狙いでいきます。よし、いい方向入った。バンカーかな。入っちゃった。フェースを開く。左足7、右足3の体重で、体重移動しないで振り抜く。ちょっと手前で振りすぎたけど、まあナイスアウトです。ない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 。
パーを取っていきます。ナイスパー、取れましたか。ナイスパー。ブロッコリー狙いです。あー、ちょっと、オッケーオッケー、落ちてきた。もっと来い、もっと来い、もっと落ち、もっと落ち。あれはもう出すだけになったよね。ナイス。やべえ、にある？多分あると思う。お、あ、いいじゃんいいじゃん。こっから5番ウッドで運ぼうかしら。180ヤードがあるので5番で運びます。うまい、ナイス。ドッグレッグです。320ヤード。はい、ナイショー。なんか伸びるね、飛距離が伸びてきてる感じがある。球筋してる。ナイスフェアウェイ。左のちょびぎの右方向を狙います。2打目5番ウッドです。ちょっと右すぎた。めっちゃ捕まったな。
うん、うまいな。パーパット、あーちょっと惜しいな。オッケー、ラストです。はい、1ホール、はい、パー4、205ヤードぶっ飛ばしていくよ。いいんじゃない。ナイスショ。結果的に真ん中の方に行った。うん、オッケー、前半終わりました。ボギーペースより1段を取ってプラ10で47でした。おめでとう、おめでとう。後半もありますよ。ジーヤンは51じゃない、51か。ご飯食べてリセットして、美味しいもの食べて、金魚はご飯美味しいですから。あ、そう、うん、あ、それだけです。後半はバチバチに行きましょう。はい、はい、お疲れ様でした。